まずは種族を選んでくれ。種族によってヒーローアバターの特性が違う。この種族にするのか？じゃあ好きな名前をつけてくれ。5文字まで入力できるからな。名前の入力が終わったら「終わる」を選んでくれ。この名前でいいんか？やっさあ決定だ。ナメック星人の栄光取り戻してみせる。おめえも立派な選手の仲間入りだな。バトルをするときはヒーローアバターカードを使ってみてくれよな。こうだ、トランクスからプレゼントがあるぞ。受け取ってくれ。こいつはバトルでおめえを助けてくれるすげえやつさ。二人で一緒に頑張っていくんだぞ。それじゃあこいつの名前をつけてやってくれ。5文字まで入力できるからな。名前の入力、この名前でいいんか？さあ決定だ。いい名前じゃねえか。仲良くしてやってくれよな。ブルルー。セーブ完了だ。がおめえの分身だ。遊び手モードを選んでくれ。じゃあ始めっか。このミッションからはドラゴンボール。 まだカードを登録できるようだけど、このチームで大丈夫かい？まだカードを登録できるようだけど、チーム決定だ。次にヒーローロボのロボスキルを決めるんだ。このロボパーツでバトルに出撃するかい？ロボスキル決定だ。サオタファーメイク 敵が現れた。準備はいいか？ドラゴンボールだ。命に変えてもドラゴンボールを持ったまま勝利すれば、このドラゴンボールが手に入るぞ。ラウンド1。アタックエリアでは攻撃するキャラクターの記憶で戦闘力がアップするぞ。アタッカーを決めるんだ。 赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。 君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。消え去れ。 ラウンド2、合体モード突入。よし、メインを枠の中に入れるんだ。サポートエリアではキャラクターが攻撃しない代わりに気力が回復できるぞ。アタッカーを決めるんだ。よし、作戦決定。 敵が先行だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。消え去れ。敵を気絶させたぞ。ラウンド3、合体モード突入。よし、メインを枠の中に入れるんだ。アタッカーを決めるんだ。 よし、作戦決定。ヒーローロボスキル発動。いいぞ。 敵敵の戦闘力を。敵のチームにはアタッカーがいないぞ。チャンスだ。一気に畳みかけろ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。消え去れ。KO。やったな。君の勝ちだ。邪悪なものに存在価値などない。これが今回のスコアだ。ウルトラクリアだ。すごいじゃないか。ドラゴンボールをゲットしたぞ。さらにスコアがアップしたぞ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。風神球ゲットだ。パーツゲットだ。バトルで頑張った分経験値がもらえたぞ。いつもありがとう。これプレゼント。ヒーローロボのチームボーナス効果で経験値がさらにアップしたぞ。すべての悪を排除する日は近い。パラメーターもアップしたぞ。パラメーターもこの力は正義のために。プラメータがアップ、したぞ。仲間との友情が深まったぞ。またな。このミッションからはこのミッションからはドラゴンボールの反応があるみたいだ。